あー、どの陣営で戦うかってこと？ふえ、ふえて、あれ？あ、負ける！はい、どうもー、鈴木でーす。ってことでですね、今回から、国取りバトルをやっていこうかな、と思うんですけど、どんな感じか全くわからん。どういうゲームなんやろ？国取りバトル。やるか、早速。ウィスパー孔明の国取り講座。はい。難しさ、星1。あ、ここでもご褒美があるんや。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、うん。はいはい。ようこそ国取りバトルの世界へ。このアプリでは、施設の取り合いをバーチャルの桜国で体験できます。まあ、あくまでバーチャルですからね。現実と違うこともそれありますよ。例えば、アイテムが出ません。お金がもう必要。おぉ、はぁ、あ、はぁ、あ。なんだってバーチャルの世界ですから。でも意外とシビアなところもあって、施設を全部取られてしまったら、そこで負け、終了 G エンド。はい。あれ？これしかも自分のパーティー使えないってこと？バーチャルの世界では、いわゆる頼み事もされません。だから、クエストコマンドが出てません、出てないね。それも施設の取り合いに集中できるもんですよね。はあ。なるほど。え、じゃあこれ出撃したいの？まあ普通にこの辺は普通の三国志やな。え、でもさ、え、俺の持ってる妖怪は使えないってこと？これ遠すぎ。この3人でやるってこと？うわー、マジ？これマジ？なんか詰将棋みたいな感じやな。え、これでどうなんの？あ、おめでとうございます、統一しました。これで終わりで、最強軍師決定戦。なに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 、高名な軍師の名を持つ妖怪たちの争い、賢さで知られた名だたる軍師たちが活躍する。え、どういうこと？あー、どの陣営で戦うかってこと？おもろいじゃん、おもろいじゃん。おもろいじゃんこのゲーム。なるほど。じゃあキュービーからいくか、まず。なるほど、キュービーやったら簡単ですよ。でもカゲロウ氏はめっちゃむずいですよってなってる。星前氏、なるほどね。まあ S ランクあたりが使ったら全然強いけど、この辺のカゲロウ氏、しかもカゲロウ氏妖怪少ないしな。はい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 、キュービーやりますか。じゃあまずは手始めに簡単なキュービーから。武将妖怪にはそれぞれ個性があります。バトルが得意なもの、足の速いもの、中でも貴重なのが頭のいい武将妖怪。そんな彼らが生軍師の座を競い草から住宅街で火花を散らします。まあ誰が勝つなんかなんてやるまでもなく分かってますけどね。なるほどね。しかもまあまあ強いやんメンツ。じゃとりあえず初っ端はね、出撃していきましょうか。ここからぶっ飛ばし、どうしようかな。3人やろ、ウィスパーやろ。まあこの辺待てよ。まあここでいいか、ここでいいか。まあ3対3でいけるっしょ。多分こういう感じでやっていかなあかんやと思う。人数考えたりして。なるほど、このゲームおもろいやん。このゲームめっちゃおもろいやん。このゲームおもろいやん。すべての旗を取り、出たー。待て、それ旗守るのお前じゃなくていい。絶対避ける。お前やな、お前、お前そこ置いとけ。いや待って、旅がっぱって結構きつくない？弱点疲れるんじゃない？危ない。天狗めっちゃ天狗めっちゃ動くなあいつ。天狗いいな。うわ、強ー、ぬるげじゃん。ぬるげじゃん。しゃ、ぬるげじゃん。キュービーやっぱ強え。クソぬるげだ。これ倒せるっしょ。
熱い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 、誰か仲間ならないかな。もうハト取らんでいいっしょこれも。 OK、 天狗かウィスパー、天狗かウィスパー来い。これ天狗がウィスパーになったらめっちゃ戦力になる。誰も来ないんかい。とりあえずじゃあこの3体で攻めていく。ウィスパーじゃないわ、キュービーがいたら正直4体とかにも喧嘩売れると思うで。全体攻撃で一気に沈めれるから。おマスターニアードや、マスターニアードじゃん。あ、釣られてローマル、え、釣られてローマルやっぱいるんや。あ、赤鬼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 がいる。まずはさ、攻められたくないから固めていこうぜ、この辺。待って、相手5人いるわ、ここ。ちょっと待って。なんか増えてね？え、なんか増えて？あれ？なんか敵増えてね？あれ？どういうこと？え、こんなん全員で行くしかなくね？こんなん全員で行くしかなくね？え？敵増えてるんやが。これもしかして時間とともに敵増えていくんかい？え、ってことは俺も増やさなまずない。え、じゃあできるだけ挟んで攻撃しなまずくない？敵のリーダーを倒せ。なるほど、了解。これできるだけさ、じゃあさ、相手挟んで倒してさ、うわー痛い、やばい、挟んで倒して仲間にさせていかなあかんくない？これ負けたらどうなのっていうか、いい思ったら若干まずい。こっちから行くしかねえか。次のことが早くなる、もうちょい早く来い。ウサピョンかな。51は弱い、バン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 。これで貯めて妖術。やめて、殺さないで、やめて。あー死ぬ、死んじゃう、死んじゃう、ウサピョンが死んじゃう。どうしたらいいの。でも狙うべきはこいつ、狙うのはこいつ。これウサピョン死ぬ。そっちか、まあまあ、たた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 まあ、ここにいて。あ、待って、キュービー回復させちゃうわ。あ、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 でも、お前、あ、待って、こっちやめて。あー、あー、めんどくさー、こいつ。こいつめっちゃ強いよ。待って、やめて、やめて、キュービー、キュービーやめて。キュービーやめて、やめて、やめて、やめて。あー、やめて、やめて、キュービー。あー、キュービー、キュービー、キュービーちゃん、キュービーちゃん、キュービーちゃん、ダメ。あんた何してんの、ダメ。キュービちゃんダメよ。回復するしかないこんな。もううざーこいつ、うぜーこいつら、ぶっ飛ばしちゃうよマジで。お前これ、おい顔出せよ、おい顔出さんかい。こっちやろ。よっしゃ、敵のリーダー倒せやからミッションが。これでいい、これでいい。待って、むずくね。え、なんか挟んで攻撃とかそういう余裕なくね。敵仲間にするとかそういう余裕なくね。全然無理じゃない。え、やばくないこれ、仲間にならへんしかも全然。でもやばくないこれ、クソきつないこれ。
え、クソキッツァこれ。ちょっと待って、キツい。キツい。これ赤鬼ゲットできたらめっちゃ熱いけど、906円だ、あいつ一人で。あいつ単体ステータス906やで、20レベル25で。強すぎん？赤鬼。さすがに。敵の旗を取れ。旗さえ取れればいいやな。しかもあれリーダーが花保人ってのがマジ意味わからない。あのパーティーなんでリーダー花保人だ。やば。行動早くなったから次また動けんねんけど、こいつ。バケモンじゃん。で、風味もいると。わあ、やばい。うわ、やばい、強い。赤鬼にしばかれそう。待って、これさ、こっち待てよ。これ、妖術、キュービーに取り付いて、妖術上げて、わかんな、これ。いや、さす。まずはしっかり、こいつだけ狙っていこう。煉獄届かへんよな。キュービーは届かへん。多分。まあいいや、そう、一つ目はもういい。一つ目はいい。もう、もうしゃあない、しゃあない。こいつしゃあない。こいつあれや、ジマニャンと同じスキルや、そういや。といて。こいつ下がんな。うわー、いや、うざー、うざー、やらかした。ウサピを間違えて前出しちゃった。あ、何もせんかった、あいつ。なんだこいつ。あれ、慣れてた？これ赤鬼倒すのってあんま得策じゃねえよな。多分。赤鬼じゃなくて多分風味狙うべきなのな。いや、無理やろ。赤鬼どうやって倒すねん、これ。無理やろ、これ。あ、90% で行動不能。ナイス。はぁ？はい？なんか動き出したんですけど。なんでかわすねん。妖術使えへんよね、多分。まあ、倒す、こっち倒すのが、なんでちょうど倒すの？倒すのじゃ、なんでそんなかわすの？え、なんでそんなかわすの？はぁ？こっちテンション上げてんねんけど。オッケー。なんでこんなかわされんの？えぐえぐえぐ。近づけねえよ、こんな。オッケー。もうこれぶっ飛ばしたし、もう、いや、赤鬼欲しいけどな。赤鬼欲しいけど倒せねえや、あれ。無理するより絶対これがいい。無理しちゃダメ、あそこで。来へんかな？全然来へん。もう全然来へん。誰も仲間なんでへん。なこれ。別に欲しい妖怪がおらんからな。ここやったら倒せそう、でも。こいつらやったら倒せそう。こいつらなら倒せそう。やば。やば。攻撃力バカじゃん。じゃ、頼む。モテモテに来い。モテモテに来い。お願い。モテモテに来て。なんで誰も仲間、なんで誰も仲間になってくれないの。誰も仲間になってくれないの。ああ、なってくれた。いや、違うねんな。いや、違うな。ああ、まあ、なってくれたか。まあ、いや。違うねんな。いや、違うねんな。お前じゃないねんな。お前じゃないんだよな。まあ、6体になったからよしとする？これは。あなたじゃないんですけどね、欲しいのは。まだ攻めてこらへんでしょ？めっちゃ増えてきた。あ！あ、そういう戦い方もする？え、
あ、あんたそういう、あ、そういう戦い方もすんじゃん。おい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 、返したし、しかもオロチ軍。おい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 、激しいなってきたよ、激しいなってきたよ。うわ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 、やめろや、お前もかよ、やめやめやめや、やめや、いや待てよ、 いいひんけど、これ負けちゃうやん。ブンブンドリ一人やるやん。いや、これが作戦。これがな、天才軍師。天才軍師、私、鈴木。うん。の作戦ですよ。あえて、一人減ったところで、勝ち込みに行こうかなと。しかも、あえてめっちゃテンション下がってるし。これ勝てる。そして、あの部分取りは一人にさせます。あの後。あの、ひたすらあの辺の色をうろうろさしといて、最後の最後に僕を応援します。で、これを戦い終わって勝った後、下の方行くわ。なんでこれ鍵集めろってやつか、鍵集めろってやつ。あーどうしよう、鍵、鍵集めるの優先。うわ、ドンドロに、いや待って、ドンドロにやれたられんですけど、ドンドロに妖術取られるんですけど、ルビアさすがにドンドロぶっ飛ばしに行かなかったもん。煉獄の術はやばいって、お前煉獄の術は反則やで。強いってそれは。弱いって、うちのパーティー弱い。あ、捕らえんかったあいつ、やばいって、やばいって。ドンドロ倒したらなんとかなりそう。キャッチ、殴りは24なら、こっち殴った方がいいか、こっち殴ろう。オッケー、ドンドロに向かって撃ちたかったけど無理か。煉獄で死にそう、耐えろ、お前が死んだか。いや、こいつむずい。逃げろ逃げろ、逃げることだけを考えろ。まあまあ食らうやん。うわ、吸収していけなかった。いや、逃げろ、一旦逃げろ。どうなるそれ。あ、2マスだけか。見ます、あ、HP 回復、いやめっちゃ熱い、これこれめちゃくちゃ熱い。さあお前そこの鍵取りに行け。そう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 。で、まあこれは普通に攻撃で、なんでやねん、なんでやねん、かすかお前マジで、ほんま絶対90%やぞ。 OK、 よーし、ドンドロブ通した。外しちゃあかんからな、あんなところ。うわ、ギリ自己中入らへんのか。あ、待って、これ入るんじゃね。めくっちゃった、間違えてめくっちゃった、間違えてめくっちゃった、死んじゃった。で、まあそうやな、まあ全体妖術でぶちかますし、よし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 、オッケー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 、オッケーオッケー、一旦相手の鍵を、相手の鍵を一旦全部外して、お前そっから煉獄使ってくんなよお前。いやこれはね、殴りに行くのが正解。よし、でラストあいつやろ、持ってんのこら。妖術使えねえ、妖術が使えねえ。お、勝ちや、これで勝ちや。じゃあね、最後に殺したるか、完全勝利や。これ逆上仲間ならへんかな、逆上仲間ならへん。これコンビネーション技で倒したから逆上仲間ならへんかな。これ
OK? ドンドロタスさんで、なんてか。ってか、片付けないか。なんか増えてやんが、あれ、ちょっと待って。待て。ちょっと待って。なんでちょっと待って。なんでいんの?完全に倒さなあかんってこと?完全に倒さな死なへんで、ね、こいつ。なにこれ?完全に倒さな死なないの、こいつら。今倒したばっかやんな、俺。なんで?おっしゃー!上半分全部制圧した。面白い。国取りバトルおもろ。片付けないわ、いらない。オッケー。じゃあ、侵略していきますか。あ、トレーニングじゃない。侵略していきますか。あー、まず赤目がいいから、行くか、こっちが行くか。4人やろ、相手。ならこっちも4人でいいと思うな。ワンチャン攻められた時用にさ、残しときたいから、まあ、こういうメンツでいいんじゃない?あ、待って。こうか。OK。行きましょう。GO! さあ、天下統一までは、もう少しだ。え、でもこれさ、難易度1ないけど。難易度1ないけど。で、制圧して、仲間ならへんかな、誰か。お金アップいらんくね。あ、来た!ナイス。この国取りでお金アップいらんくね。で、これで、まだ一旦あるじゃないですか。一旦動けるんで、うちへ。そう、夜があるんで、まだ。で、ここの後で、こいつらをここに設置しとく。はい、これでまあトレーニングでもしときますか。テンションアップで OK。 よし、さあ来い。もう包囲したよ、包囲した。てかあと2チームか、2陣営か。あと2陣営なのであれば、待って、これさ、戦力が1600。あ、さすがに。あ、そっか、挟んでいったらいいんや。こっから、じゃあ、ここ狙いに行くけど、まあ、2体。こっから2体出撃させて、こっちから、全員出撃させたいね。そしたら、住宅の方はもう使わへんから、このまま挟んで、悪漢ベーカリー。ってなったら、俺らの陣営は悪漢ベーカリーと小豚銀行だけ守っとけば、残りの、ワン陣営はこっちに攻撃ができないっていう。天才だ。あ、パンか。パン拾えるやつか。魔天使領土キュービジュン。行きますか。大将直々に。ウサピョン中立。いや、ウサピョンは前から行こうぜ。あの、洗いましょうじゃないわ。片付けらいがいらん。片付けらい2体もいらんな。片付けらい2体もいらんねんな。溜まっちゃった。お前らめっちゃ向こう行こうとするじゃん。向こうはお前、大将一人任しとけ。大将一人任しとけ。いい。お主も、煉獄術使いか。あ、間違えた。赤なめでよく、まあいいや。ウサピョンでよかったわ。さあ、相手どう動くかな。こっち来た。肩を凝らせるって何。あー、若干だるい。うわ、めっちゃ来た。やばい、死ぬこれ。大将死ぬこれ。そのまま帰ろう。大将撤退。大将撤退です。パン取って3個よ。今パン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 。あ、これは
握手じゃよ、アリンコが。握手じゃよ、アリンコが。握手じゃよ、アリンコ。わーん。どうしましょうかね。パン拾いたいんでね。これ倒してもパン落ちひんやったっけ。あ、パン落ちひんやな。ってことは、やばい。あ、負ける。負け？負け？負け？負けた。いや、マジか。マジかいな。マジマジかい。いや、これ待てよ。これ、周りから攻めようぜ。4体ぐらいでいけんじゃね？これ周りから攻めようぜ。あいつの周りから攻めよう。ジャングル、ジャングルしかも行ってもらんくない？あ、ゼロ？ゼロって書いてなかった、今。え、これめちゃくちゃいけるんじゃん。簡単じゃん、この辺。こいつはいけるんじゃね？敵の旗を取れ。きた！敵の旗を取れは一番楽。一方的に、あの、僕もできるから。まあそうですよね。誰か一人は絶対にさ、守り、そんな、このさ、このルールさ、絶対一人は守りに行かなあかんから、旗を。一人絶対動けへんのよね。それがね、かわいそう。そんなんね、一人動けへんかったら、今この状態やったら2対4やから、勝つに決まってるじゃないですか。あ、ただ水かいて。うわお。痛いな、水は。だが、カラカサがいるぞ、こちらには。あんま近づきすぎると、多分、あの全体攻撃でいっぺんにもらっちゃうから、ちょっと離れた距離から自分の妖術は届くけど相手の妖術は届かないみたいなところから狙っていきたい。弱い。返せ。バカだな。バカじゃないか。バカじゃないか貴様。カラカサお化けぞ。こっちは弾き返すんだよ。すべての攻撃を。妖術を。ああ、妖術でよかったかも。まあいいや。ナメプ、ナメプ。ここはナメプです。オッケー、やっぱ簡単や。人数少ないとめっちゃ簡単や。で、これで、ジバコマのやつが攻めてこなへんかったら、攻めてこなければ余裕で多分、周り制覇できるけど、ジバコマが攻めてくるかどうか。攻めてくるかな。来へん。勝った。あ、2-2に焼かれやがった、こいつ。2-2に焼かれやがったな。いや、でもいいや。先倒すか、こっち。待てよ、これ3体使うか。キュービーいかんとこ。キュービー行かずに。いけるでしょ。いや、きっこはしちょ、こちら3人で行こう。で、キュービー残して、夜に、魚よしして、攻めよう。でも、この、こいつらの軍勢をぶっ潰して、残りはジバコマの軍勢だけにする。最後、挟んで終わり。オッケー？なるかな。おいし、来た。これでかい。あ、持ってけんのか。あ、じゃあ意味ないわ。さ、意味ないわ。これさ、ゲットした瞬間に持ってけへんのちょっとつらいな。一旦待たなあかんねんな。それがちょっとつらい。で、これ大体動けへんやん。大体少ないやん、今人数だから。このタイミングでこれいけます。多分いけるかな。いや、いけます。いけるかな、これ。これいけるかな。いけるかな、これ。
これで不安になってきた。あれいけるかな。あの戦力的には高いねんけど、洗いましょうと思い出すっぽんってそんなに攻撃力ないから、どちらかというと怪力系やから、これキュービー倒れたら終わりですね。このパーティー挟んで、はい、オッケー。これつられたろうまで仲間ならんかな。つられたろうまで仲間になったらクソ強いんやけど、さすがにならへんか、ならへんかな。一番強いジバコマ行くよ。強いっていうかめんどくさいんだよな、ルールが。ジバコマのとこのルールが。パンは苦手なの。ああ、寝違える。まあ寝違えるいいんじゃない？寝違える全体攻撃やし、いいんじゃない？寝違える不死人。俺だってストーリーの最初の頃ずっと使ってたもん、寝違える。強かったし。さあ、ラストや。いや、これレベル1でこれってなかなか、なかなかきつい。なかなかきつい。これで、行きましょう。うわ、でもまあ、属性全部バラバラやけど、まあいいでしょう。これで、ギリぐらいか。ギリギリって感じか、これでも。これでもギリギリ倒せるか倒せんか、みたいな感じやな。いや、てか、パンの拾い、これが苦手なんよな。パンな、これな、苦手なんすよね。相手ちょっと賢いんですよ。やっぱ相手な、ちゃんとパン狙いで来るから。この横のパンは全部取ろう、俺らが。で、これ向こう行く。こっち行って。聞かへん、あんま聞かへん。で、パン。パンゲッチュ。で、相手2個しよう、これで。若干しかも相手の方にの方が、相手側にちょっと多くないって思うのは、気のせいですか。気のせいですね。向こう行くっしょ。これ2個取りたいけどね、ここね。あ、全員こっち来た。で、ここ、こっち来て、で、ここのパンゲットして。どうしよう。ここでいいか。ね。これで全員巻き込んで、はい、強い。はい、強い。で、ここよ、ここよ。お前、はい、はい、弾け！弾けるよ！あー、でも倒せんか。こっちかな？こっちのパン取って。取られて、それ。うわー！え、待っても、無理やろ、これ。はぁ、これ無理やろ。いや、これ、ここのパン取らなあかんやん、絶対に。守り上げて。きつない？やばい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 。痛い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 。きつくない？だって相手の方がなんか有利ないけど。このパン。絶対そうよな。順当にいっても相手の方が有利取れるよな、これな。しかも、まださ、自分のキャラとかやったらさ、レベル上げまくってさ、スピードとか上げれて、おーおーおお、来たね。残り1個取りに来たね。これまずいね。まずここ取らなあかんでしょ。まずいね。こっちも1個よ。あれ？お、マリアちゃん、ここで戦ったら不毛じゃないか。あれ？この戦い不毛じゃね？待って、やばい。え、これまた負ける？ちょっと待って、勝負師が毎回だるい。勝負師が毎回だるいことしてくる、こいつ。いや、さすがに勝負師、だるい、こいつ。いや、お前らそれ戦う意味がないね、もう。勝負師がだるいんですけど、こいつ、無理じゃない？無理じゃない？これ。これ無理じゃない？どう頑張っても勝負師。勝負師に勝つの無理じゃない？これ。あの勝負師が、もう一発で、向こうまで行っちゃったら、もう負け。でもそんな移動距離長かったら俺もう絶対勝てへんと思うんだけど。ああ、よかった。よかった。ああ、ぶっ飛ばそう。ああ、勝った。これはもうさすがに勝ちかけ。
これは勝ち掛け。これワンチャン距離長いやつやったら一発で取りに行けんのかな、そのパン。もうあとは適当でいいよ、これ。あ、もう、はい、その辺、その辺でやっといて。その無駄な争いやっといて。遅い遅い。お前が来たところでもう遅いよ。いよいよ、その辺で適当にやっといて。あとはキュービーが取れるから、ラスト。この辺も適当に。これも適当ですわ、もう。はい、さよなら。はい、オッケー。え、てか、一つ目小僧の下ただ強いな。全体で混乱させるって。混乱ってめっちゃ強いからな。ああ、意味ないわ。一人にやってると変わらんわ、これ。アイナス、アイナス、アイナス。突撃隣の裏飯。単体攻撃なんや、しかも。これでキュービーで終わりです。あ、ウサピョンで終わりかな？終わりです。オッケー。おっしゃー。やったー。天下統一しましたー。もういらないです。最後の最後に仲間になったところで。おっき、いや、これこのゲームやばっ。おもろいけどな、マジで。これおもろいや。おもろいけど、クソ無事。国取りコインチってどんなコインなんやろ。あ、通販で交換できるアイテムが増えました。えー、はい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 、これでクリア。うわ、なるほどね。これはおもろい、これはおもろい。これ全部やっていくか。